秋田県のワインは、秋田県内で作られるワイン。天杉ワイン、十和田ワインなどがあり、プラムやブドウ等の果実原料を用いて、ワインが作られている。十和田ワイン及び天杉ワインは、県内に醸造所を持つ。近年、和野市に新設された、この花ワイナリーでは、秋田県内の山ブドウ系品種を原料にワインを、製造、販売している。天杉ワインは、 百合本城市でプラムを原料として醸造されたワインで、あるが醸造元でブドウを原料としたワインも醸造されている。秋田県のある日本酒の酒造会社では梅を蜂蜜に漬け込み、ワイン工房で発酵させた梅蜜ワインを販売している。大森ワインは原料を横手市産のリースリングを原料にメルジャンが製造し、秋田県で限定販売を行っている。 2005年には北東北3県の山葡萄系品種を原料に秋田県の桜の花から抽出した桜工房を使用し醸造した桜ワインが発売されている。この桜ワインはフランスリヨンで行われたインターナショナルカゼウスアワード2009で日本チームが2位を獲得した際に北海道十勝地方の桜チーズとの組み合わせで使用されている。ありがとうございます。